下りです。ゲイ出してたもん、うん、でも引き殺すなって思っちゃうけど、引き殺すな、かわいそうだ、多分引き殺すな、すげえスピード出してったもん、うん、今日はいると思うんで、まだ希望を捨てずに、キスリパダイさんのキスリパダイなんかピカッピカッ夢だって暗闇で目光るし、うん、あー腹減った、うん、家帰って何食べようかな、さすがに真っ暗野郎だね、うん、まあね、まあ、言うても7時半だ、5時半だからね、うん、いるかな、うん、いるかな、いないかな、さすがにいねえかな、うん、車通りまだいいんや、よちゃんごをがっつきたいぐらいだね、いいよ、一平ちゃんじゃねえ、ペヤング、いつも間違えない
超情けないことやっちゃった。何？動物なんか光ってんなと思ったらカーブって書いてあった。そりゃねえだろうみたいな。もうしょうがないよね。なんか凝視ってチーって見たらおっカーブとか言って。光ってるやつもワンチャンね。そうそうそう。目かな目。うん、で光るのこう豆粒みたいなちっこい光が2つでどっちがだったよ。そうそうそう。カーブじゃねえよ。キツネちゃん、かわいいかわいい、おいおいおい、こっち来ないの、かわいい、ごめんね、うどうしたどうしたどうした、キツネちゃん、どうしたどうした、あどうすればいいんだ俺、そっち右行ってた方がいいぞ、そかといってそっちも危ねえ、さっきの子かなこれ、うん、じゃあね、よかった、ちょっとピンボケしてっけな、できたね、さっきの子じゃないの、超テコテコしてた。警戒心ないな、うん、聞かれなきゃいいけど、ね、なんか食べてたね、木の実だよ、あさ あれ追いやってもまた来ちゃうの、え追いやったとしてもまた戻ってきちゃう、うん、戻ってくるね、うん、だって避ける気配ゼロだったもん、ね、よかったね、わーでもさっきの子だったね、うん、あの子間違いなく結構上がってきてる、え同じとこか、うん、大体似た場所だと思うんだ、雪多いとこあんまいないのかもね、寒すぎて、あで下の方にいるんじゃない、だから多分だけど寝てたでしょ、ちょっと寝てた、寝落ちしかかった、しょうがないじゃん寝てないんだ
ちゃった申し訳ね。あ、いや全然いい。ここ寝たくなかったのに、ね、ちょっともったいなかった。まあでも取れてよかった、うん、何焦っちゃった。わたわたしてた人てかもあそこ開いて右あればカメラ起動モードになったのに。いやだからつかなくてカメラがすぐに慌てるよ。俺も慣れ、もう結構動画撮りまくって慣れちゃってるからさ、右やるか右のボタンポンと押すかスライドすればカメラに戻る。そう、俺のカメラ渡したかったんだ。まあいいや、ピンと合わねえんだよ。じゃあもう一回登ったらいるってこと。いやもういいや、もう登んないよ今日は。さすがにもうやるや、はい、うん、今回はピンとだけか。あのハーレムみたいな、あのすんげえ行ったら一体何だったんだ。かわいいな、言うだけただだから あえてよく言うセリフ言ってもいい、連れて帰りたくなるぐらいかわいいよね。言うだけただだから。キツネは難しいと思う。いやダメで、野生動物はダメですよ、うん、そもそも。あの子が惹かれなきゃいいけど。まあね、ちょっと心配、怖いね、ちょっと心配だな。アホみたいなスピード出す人がここ走ってなければ惹かれない。さっきの車によくね、惹かれずに。あの車もだから気づいたんじゃないの、きりで。ああ、そんな。そろそろメガネ越しかな。まだか。やばいよ。右にあの、あれじゃ駐車場がないじゃん。で、あとはこの辺サブで、今度は。そうなんだよね。それ痛むね。いや嬉しい、キツネちゃん。うん。はって。すごい、チコ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 。逃げちゃうかなと思ったら逃げることもなく、うん、ないかな。チャッターすらも動物に見えてくる。それはちょっと、よいしょ。もういないかな、さすがに。ポップよりちょっとちっちゃいぐらいかしらね、パッと見。うん、いや同じぐらいか。明るいから食べなくちゃって感じだよね。どちらかといえばね、あれなんか見えるみたいなさ。え、見やすい。僕魔法使えたのかな。全然逃げなかった。こういうとこ怖い。わかる。いやーすげえ。よかったよかった。出会ってしまった。これストレートにのとこに入れてくれればいいんだけど。そうだよ、このカーブのこういうとことかにね、こういうとこにね突然いるからね。いるとちょっと避けようがないかなっていう。ピクッてする。いやピクッてするどころかもう鈍感にまっすぐダンっていっちゃうから避けようがない。まあね、うん、かわいそうだけど。最初に会ったキツネだもん。うん、たと思うけど、うん、1匹だったし、あの場所が大体同じぐらい、ちょっと上な感じもするけど。だってさっき後ろ下がってったって言ってたじゃん。だから下がってたんじゃん。いいですよ、腹減ったな。熊野平駐車場、あれが1個目の凍結したところかな。ああ、そうだね。全然ね、どっち感がない。さっき止めた駐車場はメガネ橋駐車場だったんです、うん、名前が結構そのまんま、うん、こういうとこにピョッコーってしたで怖いな。まあワンチャンあると。後続車が全然来ないからできた技だよさっき。まあね、いたら鳴らされるって。どうした。いや可愛い、よかったな。ねえ、うん、誰も止まってない駐車場。あれ多分違うキツネじゃねえ。なんでこの下の辺だったの。まあいいか、
そうな感じがする。なんかいそうな気がする。最近亡くなられちゃった。あ、そうなんだ。確かに。いえ、あ、そう、まだこう正面だったらまっすぐ行けますね。
もう道路の方しか見てないからね、怖くて。まあ、うん、あ、なんかいる。どこ？あ、キツネが、またキツネがいる。ありがとう。ごめんよ、キツネちゃん。ちょっと、はあ、渡ったの、キツネ。よかったね。なんとなく蚊当たったね。もういないと思う。この間あんな大量いたのは奇跡だったんだろうね。うん、わー、キツネいっぱいいて嬉しい。よかったよかった。あのキツネはだから多分上りで車来た来たやつじゃん、うん、それで一回逃げた頃なんじゃないの。うん、だと思うよ。でもいないかなってそーっと来たら、また来たよんってあの子はちょっと警戒心高かったね、うん、さっきはこう警戒心強すぎてやっぱ違うよ、キツネ。あー、よかった、でも会えて。2匹目だ。ね、よかったよかった。多分いないかな、勘だけど、あくまで私。相当下がってったね、あのキツネ。メガネ橋より先ってこと。あ、最初に会った子かね、うん、あれ。そうそう、警戒心高かったから、うん、最初はこう警戒心高かったよね、あれ。高かった、高かった、真ん中にいて。すぐスッて行っちゃったもんね。うん、2匹目はこう警戒心ゼロだったよね。こっちがさ、危害加えないってなんかわかんないけど、わかったのかしらないけどさ、のんきに食べてたもん、ね、食べてたもんね。あ、じゃあちょっとこれだけ食べさせてみたいな。 いや、いいけどっつってたまたまね、後ろに車いなかったから。よかった、ここあんまり人が通らない峠でよかった、うん、来てる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 。あ、落としたいなっちまう。キツネから気をつけてくださいね、うん、としか言えない。あのキツネは警戒心高いから飛び出すことはなさそう。もちろんないんだけど、うん、逃げる、ね、いや、ちょっとこれは会社の方でやったって言われてるんで、つってけど、それやりすぎて、あれでしょ、プロゴルファーの女の子の知り合いに、ああ、はい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 、パッチーンってやるんです。デブってるやる。そう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 、ぶっさいから。そうそうそう、たくみくんがかわいそうだな。いや、どっちもかわいそうだよ本に現れたときにヒーとかさ、もう優しませんとか。超雑魚兵だよね。よかったね、はい、なんかもう一匹いるかなと思った。ちょっとね、あーしも期待してたんだけど、うん、まあもうここじゃいないかな、さすがに。いや、もうここから先じゃない。無理だと思う。うん、まあわかんないけどね。鹿も会えたし、キツネはいないけど、猿とかはワンチャンいるかもしれないけど。うん、でも猿会えたの意外だったの。全然気づかなかったけど、キーキーとかって。